印頭音の発生印頭音とは、舌根を後ろに引いて、印頭壁に近づけ、隙間を作ることによって超音される死因。国際音声記号では、以下のように記述される。通常印頭摩擦音とされるアラビア語の、がどこで、超音されているかは、古くから議論があり、印頭の他に、喉頭外説や、気管施設もあった。ピーター・ラディフォー・ットラは、X 線写真や、 光ファイバーを使った研究から、これらの音を喉頭音であり、また普通は摩擦音でなく、接近音であると結論づける一方、アグール語のブルキハン方言では、陰頭摩擦音と喉頭外摩擦音を音韻的に区別するとした。アグール語などを根拠に、1989年に国際音声記号に喉頭外音の記号が追加された。ラディフォーキットラは、 アラビア語の音を、ではなく、で表すべきだと主張したが、一方、エスリングは、高等教を使った研究により、いわゆる陰頭音と、喉頭外音の違いは超音位置の違いというよりは、超音方法の違いであり、は、摩擦音ではなく、ルエ音であるとした。これに従うならば、アラビア語の音は、のままで良いことになる。ありがとうございます。